こんにちは。いつもですね、ビデオ、いろいろね、拝見させていただいております。今日はですね、著作権のことについて、ビデオを作られていたのでね、ちょっとコメント残せばいいんですが、コメントだとね、字数制限もありますので、なかなか面白いトピックで、これからも、ずっと問題になっていくようなお話なので、私もビデオレスポンスを作ってですね、自分のチャンネルにも、これを残しておきたいなと思いましてですね、今レスポンスしてます。まずですね、その著作権についてですがね、日本の場合はですね、本当にその厳しすぎるというかですね、私が思うに、そのフェアユースっていうアメリカの考え方があって、それだとその教育目的とか、その正義のジャスティスのためとかね、政治、また教育目的なことであればですね、著作権をですね、気にすることなくですね、そのアップロードできるようなね、そういう法律がアメリカにはあるみたいで、おそらく日本はそういうような法律は全く適用されてないんじゃないかなというように思います。またね、その例えば NHK なんかね、NHK なんか国民の税金で半分ぐらいはね、経営されてるわけで、受信料でね、国の補助もあるみたい。国の補助だって、国の税金は私たちが払ってるんですから、そのね、ダブルで徴収してるくせにね、なおかつね、その著作権をね、NHK とかがね、行使するのはちょっとおかしいなと。アメリカでもね、その公共放送 PBS とかいうのがあるんですが、PBS の場合は確かに YouTube のね、著作権問題で、削除されてしまいますが、PBS はちゃんとね、自分たちのウェブサイトがあって、そこにちゃんとね、ビデオを残してくれてるわけですよ。全部というかほとんどね。だから、その YouTube で見なくても見れ、PBS のサイト、そのサイトに行けばですね、過去のビデオは全部見られるようになってる。でも NHK の場合はそういうね、そのニュース関係はやってますが、ドラマとかね、そういう、報道番組まで、保存してね、見れるようなシステムになってないし、NHK はなおかつそこからですね、お金を取ってですね、有料サービスにしてるようなことも聞いてますが、ちょっとそこまで行くとね、受信料ももらってね、国の税金の補助、ね、私たちの税金も使って、なおかつそれを今度ですね、お金を取ってですね、有料の、オンデマンドサービスをするという、もう全く信じられないようなことがね、日本で起きてるわけで、ね、その辺を考えて、もう著作権をね、履き違えてるようなね、な法律っていうのはやっぱりに、あのその、使う人のね、国民のために法律を作るべきであってね、その会社とかビジネス営利目的のためにね、その日本の場合はね、特にね、いろいろ著作権とかの保護がね、でも音楽とかでもレコード会社、映画でも映画会社のために法律の、その規制がされてしまっててでね、実際、こちらのユーザーの立場でね、法律が作られてないんじゃないかなというように思いますね。そんなこと言っても、それが YouTube のルールだから守らなきゃいけないといえばそうですが、そんなところでね、もうちょっとですね、そのアメリカ、例えば音楽産業とかでもですね、もう音楽なんかほとんどね、YouTube のチャンネルができててね、その YouTube で有名になった人がどんどんその活躍していくようなね、システムもあるわけで、だからそういう YouTube を宣伝目的に、するようなシステムをですね、作ってくれないとですね、いつまでたっても、あれは著作権違反、これも著作権違反で削除とか言ってね、もう作る側も、コンテンツを作る側もですね、もう怯えちゃってですね、もうこれは著作権違反してるんじゃないか、これも著作権違反してるんじゃないかって、もうね、普通のね、素人がね、YouTube で投稿するのにね、そんなことも細かいことまでいちいちね、
気にしてたら何もできないと思うんですよね。だからその辺もね、もうちょっとですね、そのユーザーの立場に立ったあの著作権のね立場をもうちょっと確立していかないとですね、これから本当にどん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 その、細っていくだけじゃないかなというように思います。まあ、そんなところでね、ちょっとあんまり長くなるとあれなんで、今日はこのぐらいにしておきます。それでは失礼します。